原西フィッシングダブバレてもキャストしてファイト原西フィッシングダブ息のあるおじさんでいたいらば漁師高志原西アナログな出し方しますけど、いや、もう引っかかんない、なんかリールもっとあるらしいですよ。いや、それでいいですか、それで。ちょっとフル引っかかりすぎよな。そうっすね。出ないんだろう。なんでだろう。ラインが硬いのかなと思って、まだ巻きな、巻き直した時の方が逆になる時の、はい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 、そうかなと思って、今慣れるまでだから我慢しようと思ってやってんだけど、ライン意外と引っかかった、はいはい、あ、今出ました、ね、出れるかどうか。あ、また引っかかる。釣りたいな。釣りたいな。釣りたいな。アオリイカを釣りたいな。スモールですか。気づいた。分かりますか。はい、なんとなく分かります。雲行き怪しくなってきたぞ。やばい。やばい。イカスキーさんが連絡ないの。今のないっすね。ちょっと LINE グループ送ってみますか。ちょっと当たりが出ないな。あ、今あの LINE グループに、あの僕がイカスキーさん、イカ釣れてませんって送ったんですけど、そしたらあのイカスキーさんから伊勢神宮でロケなので釣れるように神様にお願いしてみます。伊勢神宮でロケしてんの。伊勢神宮行ってはんの。おじさんやな、なんか。これでちょっとね、ちょっとね、伊勢神宮の神様の、そうだ、三重の方もいっぱい釣れるな、リアス海岸で。あ、いいですか、やっぱ三重も。三重いいイメージあるよ。これはトンジギ発祥じゃなかった、違ったっけ。そうなんや。トンジギって最近聞くように結構なりましたけど、あれそうそう、おかしな話やけどな、あれ昔からあったんですか。だってトンボマグロってを狙うジギングのことってトンジギや、はいはいはい、あんまりさ、ジギングでその名前言わんくない。確かに。え、てかトンボマグロっていう種類のマグロなの。ビンチョウマ、ビンナガマグロやったっけ。あ、ビンナガマグロ、そうそう、それがトンボみたいなルックスやからトンボマグロじゃん、はい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 、違ったっけ。あの羽みたいな、そう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 、はいはいはい、でかいやつね、はい、だからえ、あれジギングで釣られたらやっぱ楽しい。そうそうそう、いや楽しいねんけど、言ったらキハダマグロもジギングで釣れる、狙う時期あるやん。あ、はいはい、で、キハダジギングとか言わへんやん。はい、まあ、いちいちね。わざわざだから珍しいなと思って。あ、トンジギは。その魚の魚種限定したジギングの名前つける、はい。確かに。意外と珍しいな。見てるか、アオリ。俺のエギを。見てて食わへんのか。見てもいないのか。見てもここにいらっしゃるのか。釣り切られた、また。やばい、あと寒い。
寒いっすね、風出てきましたね。俺ちょっとあれやわ、あの持ってくの忘れたわ。さっき岡村さんに今日夜までやるから大丈夫ですかって聞いて用意したよ。1枚だけあの下持ってくの忘れたわ。下そのでも短パンっすか。やばい、うわこれ死活問題っすよ。死活問題。上が1枚っすか。上は1枚大丈夫やろと思って薄手これでじゃあ今着ちゃうと、そうやね、それよりも暖かい格好がないから。何岡村さん、岡村さん上1枚薄手のやつしかないらしいです。これより全然薄いですか。これぐらい、それぐらいちゃうか。あこれ着るのちょっと手出すの早かったかな俺。確かに。りょうさんもそれ1枚ですか。これ1枚やで。何下は下ない。うわ下あります。俺もない。いや、やばい。うわ2人とも1枚だけなんや釣りたい。当たりがこれ気づいてないだけではないな。これ多分触ってない。触ってないと俺は見てます。してない。ちゃんと吸い切られたね。これ朝の部で取れたのか。イカと出会いたい。これマジで釣れなかったらおじさん飯ありますか。おじさん飯も、おじさん飯もないで。俺食ってもたよ。俺もほぼ食ってもた。今日最悪。もうじゃあ最悪じゃないですか今日も。もうオクラでオクラ日です今日。揺れに来ただけです、これ早めに平場行ったとしてもやっぱ夕方にならないと平場。うちの船1台行かしてるから始まったら教える。うわすごっ、ありがとうございます。始まったらお客さんの知ってるやつですか。はい、あのさっきのとこのさっきのグループですね。ね、もう一手はタコ行ってもう一手タコだね。あ、タコ行ってんのや。さっき一緒に乗らせてもらった船がタイラバ。タイラバロートやってもう一手の方のタコはファミリーフィッシング系で子供とかいて、うんうん、いました。船を入れてダウンして。おっしゃ、来た来た、イカっぽい。イカっぽい。よし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 。よっしゃ。よっしゃ、これで岡村さんなくなる。やったー、それイカだ。でかそう。ちょっと待って、岡村さんこうかも。こっち側かも。あれ。待って。これ巻いていいのかな。巻いて。巻いた方がいい。はい。でもすごい重いけど。あれ違うか。違うんですか。違う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 。これが。岡村さんと。あれ。こっちじゃないですか。あれどうなってます。ライン。いや、こっち。あ、やばいっすね。向こうか。俺向こう。はい。あ、じゃあ上からこっちで。上からこっちで。はい。ごめんなさい。はい、いや、あ、いいよ。下？やっぱこうでしょ。はい、あ、こういうこと。いや、やっぱちょっと持って。そっち行きます。岡村さん後ろごめんなさい。ゆっくり巻いてるよ。はいはい。待って、ドタバタしてる、ドタバタしてる。大丈夫です。これまだ、ダメですよ。ダメですよって。ダメですよって言わんといてよ。重たいね、でもすげえ。すげえ。これがまさにイカですよ。これイカ？まっすぐしか行かない。そっか、横には行かないですか。今ちょっと下違和感ちゃんと合わせたもん。ちょっと。ヒップやっぱクッて触る。クッてなった、うん。神様の伊勢神宮。あ、ほんまやな。神様に。あの人ほんまにイカスキー。イカスキーなのよ。イカスキーさんの。すごい。でかそう。はい、アオリです。アオリ。いや、いいアオリ。めっちゃでかい。ちゃんと当たり取ってますけども。かかりどころでわかるんです。かかりどころで、これいいかかり方してますか。本当だ。すごい。いや、素晴らしい。やったー。イエーイ。よいしょ。おめでとうございます。ありがとうございます。うわ、いい。完全に遅れやと思ってた今日。危なかったね。でかいっすかも。うわ、おっきい。ガチャン。2キロぐらいあります。2キロぐらいあるって。ほら、言うてたやつやんか。いや、外れた。危ねえ。危ない。これでもこうなるんですよ。ちゃんと当たり取ってる。細かい当たり取ってる。ほら、触腕の先。先ちょっとつくね。止めてもらったんだ。ちゃんと当たり取って。いや、すごいです。だからちゃんとしたとこかかってるってことですね。はい。もう完璧です。伊藤君、いろいろまたあれやと。
めんな、僕が肩に。いろいろなんか言おうとしてたやろ。いや、そうですよ。今日。もう文句言ってなんとか言おうと思ってました。わー、おめでとう。メスですよ、オスがいるはずですよ。オルティオ3匹で行動してるって言ったから。オスがあと1匹、2匹いるはずです。うわ、すごい。綺麗やなー。やったじゃーん。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいすごい釣れるんや。でかい。すごいっすね。うわ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 。うわ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 。サムネ撮りましょう、サムネ。撮りましょう。はい、これは。よう当たり撮れたわ。すごいっすね、完璧です。あのかかり方は。ピン。ああでもこれでも。どうですか。1.45。1.45。それとも。背が結構長めですか。長めに取ってる、私15ぐらい数えてる。あ、結構長めの時に最後ポーンってきた感じ。うん、2キロなかったけど、いいでしょ、全然。いや、全然いい。 1.45、 1.45 いいです。じゃあ次2キロお願いします。まだいます。まだいるんで。はい、はい、お願いします。あ、じゃあ行きます。入れちゃいます。すごい、入れちゃいます。炭はそんな吐かないです。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっとですね。感じになるね。あ、綺麗に。ここしっかり。あ、ぐさぐさだった。すごい。でかい、いいサイズ。いいサイズでした。1.45。サイズっていうのがいいですね。ね。1.45 でした。あれ伸びた？伸びてない。針伸びてないです。あの、あれ、触腕が綺麗に絡まってこう刺さる。あ、いいですね。食べれるんじゃないですか。触腕でもあんま良くないかも。そうですね。切るところですね。逃がしてあげよう。逃がしてあげよう。すごいすごい。いいですね、いいですね。まだいます。あれか、ちょっとライン絡まったりしてるから同じ。だけどオレンジに変えてみようかな。似てるの、似てたな。まあでもオレンジいいね。やっぱこういう時色合わせた方がいいですもんね。よし、俺どこだっけな、俺ね。シンカーこのままがいい。それともシンカーもオレンジ。はい、はい、見てたわ、やっぱりイカは。ちょっとじゃあ原西さんに送りましょうか写真。今原西さんグループで岡村さんが釣った今のアオリちゃんの写真を載っけて、うん、神様へのお願いが通じましたって送ったら、うん、それくださいって。イカ好きやからな。イカ好き、それくださいってすぐ言われました。おめでとうとかじゃなかったです。でもすぐやったな、ほんまに。すぐでした。なんて返しておきましょう。あげません。あ、あげません。あ、わかりました。ちょっと送っておきます。あげません。手にグンって重みが来る感じではなかったですね。ティップだけで、ほんまにティップだけやっぱちゃんと見てないとダメです。うん、でちゃんとちゃんとあれちゃう、イカあげた初めてちゃうかな。え、岡村さんですか、この動画で。あ、そうっすね、うん、岡村さんがイカ釣ってんの確かにゲソ以来ちゃ そうっすね。オレンジ買いました、僕もゲソ。オレンジが、はい、オレンジに変えて、ほんで岡村さんのやつが何が違うかって言ったらラトルが入ってるんですよね。もしかしたらラトルが入ってる方がいいかもなと思いながら、音が鳴るやつですね、はい、アピールがね。うわ、だけど、いいなぁ。いや、よかった、うん、助かったね。その手にはやっぱ、あの、来なかったらしいです。ティップだけプンってなって戻った感じですか。ちょっとグッってなる。入った、うん、そんなグンって入ったわけでもないけど、プンってなる。ちょっとした違和感で弾いた、うん、まさにだ。いいなぁ。よその方がラトルなし。ラトルなし。大きな当たりじゃなかったんすか。そんな大きくないよ。うわ、合わせてからすげえ、いいですね。俺も上着脱ごっかな。ほんまもう、ほんまにもう上着着ようかな思ってる時やったわ。あ、寒っ。寒いよな。今
今もうだって5月のもう下旬ですよ。寒っ。だけどなんかいいの見れたな。いやすごかった、いいの見れた。やりましたね。あれは美味しそうだし、いいか見せれたな。美味しそう。何が一番いいの？あれどうやって食べたら一番うまいの？やっぱ刺身ですね。だけどもうイカなんて何やってもうまいですよ。アオリ、あのイカの、あのコリコリが好きな人はなんかヤリイカとかケンサキとかの方が良かったりするんですけど、ねっとり甘いの好きだったらアオリいいっすね。めちゃくちゃ甘いっす。でエンペラはまたコリコリしますしね。あ、それこそあれじゃないですか、あのこのチャンネルでイカさばく動画上げてるじゃないですか。だいぶ前にイカさばいたっけ。さばいた、原西さんですね。岡村さんがヒラメで、りょうさんがアジでしたっけ。やったな。で原西さんがイカさばいてる動画がそれぞれ上がってるんで、それでちょっと参考にしてもらって。イカは本当に何やってもいいですね。イカも刺身でそういうご飯の上でもうまいっすよね。もう何でもですね。あとフライ、もう醤油バターで炒めても全然うまいっすよ。それや、もう簡単なのはもう炒めるのが一番楽ですけど、何やってももうゲソもまとめて炒めてずーっとうまいです。ずーっとうまいです。ずっとうまい。ずっとうまい。ずっとうまい。めっちゃ当たる。今何セット目ぐらいですか？この後タイラバの撮影も控えているのですが、潮止まりの一番釣れる潮止まりまでの時間までだいぶリミット迫ってますが、もうちょっとやっと当たりがやらせてください。乗ったよね。乗りました乗りました。撮れてますちゃんと。で音もちって一瞬入ってました。
30分で、さあラスト流し10分です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なんとかいっぱい、うん、イカ見せれました、ね。結構サイズも、2キロはいかなかったですけど、十分大きかったです。はい。美味しそうね。イカスキーさんの、うん、まあ何ですかね、願いが叶ったというか、お願いをね、はい、してもらったんで、してもらったんで、はい、その後すぐ1匹、はい、いっぱい出たんで、はい、よかったかなと思いますけど。ちょっと僕が当たり出たのに取れなかったりしたのもあったので、ちょっと悔しい思いしましたけど、ちょっとまたティップランってやっぱもう一回なんか明確な感じでこれっていうのをやりたいですよね。そうね、うん、ただね、後半のあの量の久しぶりのあの真剣な顔ちょっと見てください。俺コロッケパン食いながら横から見てたんですけど、びっしりめちゃくちゃ集中してる。あんまり 見せないですよ、はい、YouTube で、はいはい、あんだけ集中してんの、よっぽど釣ったろうっていう、はい、ここで釣って一本の方がいいなとかいろいろ思ったんだけど、はい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 、全然釣れなかったし、なんか当たりが出てた時期やったんですよね。そう、ちょっと出たんで、はい、ポコポコっと触ってたんで、いけるかと思ったんだけど、はい、ダメでしたね。今回の見どころはもう亮の本気の、はい、本気の顔、マジ顔、マジ顔しますよ、それ。そして、私の、うん、まあ、いっぱい釣ったことによる余裕のコロッケパン、うん、奥でコロッ
ケパン食ってるとこが見どころかな、はい、そこじゃないですよ、釣ってるとこです。やっぱあの当たりを合わせたっていうのが喋りながらやったんですよね、あの時なんかそんな感じでしたよね、わっと思って、あ、そうです、みんな喋ってました、みんなで喋りながらの時にポンって合わせたから、はい、おー、でもさっきがちょっとまた、うん、なかったのかなという、はい、ようやく私ゲソだけしか釣ったことなかったんでようやくなんか、いやだけど見事かけた感じの釣りだったんで、かけさせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、船長からもね完璧なフッキングです、ね、褒めていただきましてありがとうございます、珍しくね、はい、まあいろいろ目論みはあったでしょうけど俺もいろいろあったと思いますし、ほんで僕はだからここではアオリイカを釣ったのを見せてないんで僕はまだ、ね、はい、はい、ただ岡村さんのおかげで船内にいたタコが一匹見つかったので、あのイカのおかげで、はい、今日朝めちゃくちゃタコ釣れてたらしくて、イケスに一匹だけタコ、忘れられてるタコがあるみたいな、それをなんか寮は持って帰るとか持って帰らないとか他人のやつですけど、ちょっとねお土産が欲しい、お土産がちょっとイケスにたまたま入ってたということなんで、イカ釣り来てタコ持って帰ろう思って、イカスキーと、はい、タコ泥棒の会でございます、どうもありがとうございました、ありがとうございました、じゃあこの後行きますよ、早く急ぎましょう、行きましょう、ダイラベア、ダイラベア、スケロク食べてちゃんつうに当たり目食べて人を引けば赤飯食べて